関東鉄道関東鉄道筑波北営業所1999年8月、当時運転されていたニュー筑波根号と下田定期行きの一般路線バス関東鉄道筑波北営業所は茨城県筑波市沼田283に所在する関東鉄道の路線バス営業所である。バスターミナル筑波山口を併設しており、本校ではその両者について扱う。 つくば営業所として開業。現在も所属車両に記されている営業所略記の TK はこのつくばに由来する。後に解消し、つくば北営業所となる。一時期、つくば中央営業所つくば北車庫に格下げされたが、再度昇格し、現在に至る。営業所の事務所は、1987年のつくば鉄道つくば線路線廃止に伴い、 廃駅となった旧筑波駅の駅舎を改装したものである。車庫自体は少し離れた場所にあるが、発着系統の減少により、バスターミナルのスペースに余裕ができたことから、一部をバスの停泊施設として使用しており、給油設備も置いている。2017年3月現在、土浦駅筑波山口、土浦駅下妻駅、及び筑波山シャトルバスの3路線を担当しており、 関東鉄道のバス営業所としては最も路線数が少ない。また、コミュニティバスつく、バス北部シャトルを担当している。つくバスについてはつくバス運転系統を参照。土浦駅つくばさん口、編集1987年に廃止された、つくば鉄道つくば線の土浦駅つくば駅間にほぼ、そう。区間便として、土浦駅。 高岡発着便も存在するが、そちらは主に土浦営業所の管轄となっている。筑波駅はかつて鉄道による筑波山アクセスの玄関口であり、旧筑波線の廃止以降は東バス路線がその代替手段となっていたが、2005年に東京、秋葉原駅と筑波駅を結ぶ筑波エクスプレスが開業。東京方面から見て、東路線よりアクセスの良い。 つくば駅とつくば山方面を結ぶシャトルバスの運行が開始され観光路線としての役割を譲ることになった。ただ沿線には大学、高校が多数あり、生活路線として一定の利用客と本数を保っており、重複している下妻土浦線が減便した影響も補っている。一部で他の営業所の管轄路線や他社路線と重複する区間がある。 かつては土浦駅筑波山口のバスの一部便が筑波山口真壁駅間にも乗り入れていた。こちらも筑波鉄道筑波線の廃線後にほぼ並行する路線であった。路線バスとしては2011年3月31日限りで運行終了。通学の高校生が主な客層となっていて廃止時点で筑波山口真壁駅間は 朝夕の1日2.5往復のみとなっていた。なお口述するが、同区間をほぼ復活させる形で、桜川市による広域連携バスの実証実験運行が2016年10月より開始された。下妻駅土浦駅、編集貫鉄パープルバスとの共同運行路線で、朝の土浦駅始発から1往復のみ担当している。 つくば南北を東西に横切る路線で、つくば口バスターミナルを経由しない。北条三車路バス停から土浦駅までの区間で、前日の土浦駅つくば山口線と重複する。つくばシャトルバス、編集つくばシャトルバス関鉄グリーンバス、関鉄パープルバスとの共同運行路線。つくば中腹へ向かう観光客に特化した直通路線であり、停留所は、 上記4ヶ所のみである。ただし筑波山梅祭りの時期のみ、筑波バイリン近くのバイリン入り口停留所に停車する。2005年8月の筑波エクスプレス開業当初は、TX 線上の各駅から筑波山中腹に直通する定期バスを設けなかったが、TX を利用して筑波山を訪れようとする観光客が予想を大きく上回ったため、開園制の貸切バスとして、 運行を開始し、その後定期路線バスになった新しい路線である。現在は TX と合わせて利用できる乗車券が発売されるなど、観光地である筑波山への主要なアクセス手段として、年間を通し、利用客が多い。特に、筑波山梅祭りの時期や、筑波山もみじ祭りの時期に多く、各営業所から応援を予備増車対応をしたことも、ある。 2011年の筑波山口筒子が丘線廃止と同時に沼田停留所にも停車するようになった。沼田停留所と筑波山口バスターミナルとの間を徒歩で移動することで相互の発着便間で乗り換えが可能である。また同時に、それまで筑波山シャトルでは筑波山神社入口筒子が丘間のみの乗車ができない規則があったが乗車可能になった。また、 通常同期は、夜間、し、以前は、下立、新壁、岩瀬、下妻方面のローカル線も、多数有した。以下は主要な廃止路線のみ。筑波山口筑波山、編集土浦駅筑波山、編集筑波鉄道筑波線の廃止後、土浦駅筒子が丘間で、筑波山直行臨時バスが運行されていた時期があったが、筑波山シャトルバス運行開始後は運行されていない。 また、筒子が岡発土浦駅業の1日1便のみの直通定期便が運行されていた時期もあったが、こちらも廃止されている。筑波山口、筑波センター、編集北部工業団地入り口経由で運行されていたが、2005年の筑波エクスプレス開業と同時に、小田経由に経路変更。その後筑波山シャトル開業や、2006年4月の筑、 バス運行開始を境に乗客が減り、2007年10月1日の、つくばす時刻改定と同時に廃止された。つくばエクスプレス開業後の一時期は、現、つくば山口の当時の停留所名であった、つくば山の方向幕を掲げていて、観光客にも多く利用された。関鉄パープルバスが、下妻駅、つくばセンター間の路線を開業させるまでは、つくばセンターと、 高エネルギー加速器研究機構や佐久岡地区方面の移動にも本路線の筑波愛事園停留所が利用されていた。筑波大学校内を走行し、同校内に停留所がある路線の一つでもあった。岩瀬筑波山口、編集旧筑波線廃止に伴い、同線に岩瀬駅筑波駅間に沿うルートで運行されていた路線。ちなみに、旧筑波線の前線に相当する岩瀬駅、 土浦駅間直通便は一度も運行されていない。路線バス運行開始当時は、かつての鉄道線に沿うように、岩瀬駅南側に設置された岩瀬駅停留所が発着地点であったが、1990年代前半に経路を変更。岩瀬駅停留所は、市街地側である駅北側道路上に移設され、終点も市街地内の岩瀬中央公民館となった。 岩瀬中央公民館行きのバスの方向幕には岩瀬駅の文字が大書きにされ、下部にが小さく吹きされていた。なお末期は土曜日休日全便運休であった。2008年4月1日に岩瀬中央公民館真壁駅間の路線廃止。その後、真壁駅筑波山口の路線も前日のように2011年に廃止された。 この他に貫鉄グリーンバスが2005年より1年半ほど、筑波、センターとマカベ駅、岩瀬駅を直通する急行バスを運行していた時期があったものの廃止され、旧筑波線の北部は2011年から2016年までの5年間路線交通が途切れた状態であった。沿線の桜川市では、デマンドタクシーを筑波山口バスターミナルにて発着、可能とし、 同市内住民限定の代替交通とした。2016年には広域連携バスを開始し、路線交通を回復させている。高速バス、編集筑波山口筑波山神社前の路線に乗り継ぐことを想定しており、東京駅で配布していた時刻表にも筑波山、神社前系統の時刻が併記されていた。一般路線車は、いすず車が多く在籍する。また、 以前乗り入れていた筑波神社前バス停付近が境外であり、バス停そのものが土産物店、食堂、発毛に作られた狭いガレージにあって入れる車両が限られていたため、中型車の比率が高かったが、2001年に関鉄パープルバスへの一部路線移管や路線廃止に伴い、一般路線車の在籍量数が減少したことによって、現在は大型。 中型とも同等程度の在籍数である。近年は、つくばの運行開始等に伴い、コミュニティバス専用車の比率が高くなっている。大型車は、自社発注車、移籍車ともに在籍。自社発注車は、つくエクスプレス開業に伴い運行を開始した、つくばンシャトル専用車のイスズエルガワンステップバスで、メトロ窓、2列シート主体の郊外路線仕様である。また、 神奈川中央交通から、元スヌーピーバスの三菱不装、エアロスターが、上記の自社発注車と共につくばシャトルで用いられているほか、京成バス、松戸新京成バスから、イスズキュービック、京成バスからイスズエルガが移籍している。松戸新京成バスからのキュービックと、京成バスからのエルガは4枚、折戸仕様のワンステップバスである。2006年春には、 大阪市交通局からの遺跡者である前後、扉ワンステップバスが導入されたが、京成バスからのエルガに置き換えられて、現在は廃車になっている。中型車は、自社発注車の未在籍。ワンステップの椅子ズエルガミオが主力で、他にノンステップ解釈短尺仕様のエルガミオが1台だけ存在する。これら中型車は後述のコミュニティバスの予備車としても、使用される。 つくば市、コミュニティバス、つくば市用としては、つくば中央営業所に並ぶ所属数を誇り、北部シャトル用として、伊スズエルガミオノンステップが、佐久岡シャトル用として、伊スズエルガミオワンステップ、小田シャトル用として、日の、ポンチョがそれぞれ配置され、一般路線車と同等規模の配置量数である。またエルガミオノンステップには、自転車ラックが取り付けられ、北部シャトルにおいて、 自転車積載サービスを実施している。筑波山口かつての筑波駅構内バス乗り場を引き続き使用しているものである。駅舎は前日の通り回収の上、関東鉄道のバス営業所として使用されており、券売所のほかトイレや飲料の自動販売機などの設備がある。なお、廃止された筑波線の路盤は大部分が自転車道、 つくばかすみがうらロードに転用されており、付近の施設はその休憩所も兼ねている。2016年10月の広域連携バスの運行開始に合わせ乗り場周辺が一部整備され、駅舎外の屋根のついたスペースにベンチが設置された。鉄道駅時代から校内にタクシー乗り場があり、関鉄土浦タクシーつくば山営業所も置かれていたが、同営業所は2016年に撤退した。 路線バスは、つくばエクスプレス開業から4ヶ月ほど、高速バスにうつくばね号は、開業から廃止まで一貫して停留除名を、つくば山としていた。つくばセンターから中原に直行する、つくば山シャトルバスも、つくば山港と案内されたため観光客などの混乱を招き、すぐに、つくば山口に解消された。かつては、鉄道とつくば山へ向かう路線バスの、 結節点であったが、現在バスターミナルから直接筑波山へ向かうバスは、なく、他の路線も大きく整理されたため、換算としたターミナルとなっている。つく、バス北部シャトル車両関東鉄道筑波市、筑波市のコミュニティバス。関東鉄道が、受託運行している。広域連携バス二千十六年十月一日から、翌二千十七年三月十一日まで、桜川市、 筑生市が国の地方創生による交付金を活用する形で広域連携バスの実証実験運行の後、2017年10月より本格運行を開始している。両路線とも上記の筑ス,スとの間で乗り継ぎ割引を行っている。上記に路線の内間壁岩瀬線は関東鉄道筑波北営業所が運行していた路線にほぼ総う路線で下田定期線は 関鉄パープルバスが2008年まで運行していた路線と同じルートを取る。筑波山口あたり営業所が位置する沼田集落は、筑波鉄道筑波駅が開業したことで、筑波山の玄関口となり、観光客向けの商店などが並ぶようになった。東営業所正面方向に筑波山がそびえ、駅前通りは山に向かって、上り坂となる。 1987年の廃線を経て、現在に至るが、かつて観光客で賑わった駅前としての名残は、その街並みの建物に忍ばれる。すでに筑波山への主要なアクセスルートから外れている、ことから、現在、観光客向けに営業している店は少なく、商店街に観光地としての賑わいは見られず、周辺は、静かな環境である。駅前で営業していた、コンビニエンスストア、 ホットスパー、筑波駅前店は、すでに閉店している。営業所周辺で特筆できるものとしては、名物の和菓子店2店が現在でも営業しているが、それは、筑波山神社拝殿方面に伸びる道路沿い、ちょうど旧駅前通りを直進した方向にあり、営業所及びバスターミナルに背を向けている立地である。このことからも東集落の観光客向けの商業が、 自家用車来訪客向けに事実上シフトしている現状が伺える。駅前商店街鉄道駅時代からの商店街だが規模は小さい。公共かつての主要駅前であるためか、公共施設が集まる産業交絡、史跡筑波山口に関するカテゴリー。ありがとうございます。